今日はですね、またイマジンボリューム49号がですね、発行になりましてですね、今回の表紙を飾っていただいたですね、有限会社田野塗装工業、田野龍之介社長とですね、今日はちょっと対談をさせていただくということで、本日は、来ていただいております。いろいろ今日は紙面では伝わらない部分まで若干ちょっと、掘り下げて、いろんなお話ができればなと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。あれ、社長就任されたのが4月1日からですよね、今年の4月の1日ですね。改めてありがとうございます。お花ありがとうございます。いやとてもすさまじいお花ですよね。もう本当に60人くらい、お酒入れたらね100ぐらいの、お友達、仲間さんからいただいて、本当に改めてなんか、本当やってきたなぁなんて思いながらね。いや、すごいと思うよ、本当に。ありがとうございます。いや、本当、今回のイマジンでも載せさせてもらった、シート、田野塗装さんのシート、足前にかかってるシート、マジで毎日見ますよ、いろんなところで、どっかでは。なるほど。すごいですよね、現場動いてる数。あれはね、結構こう紐解くと面白くて、必ずこう現場のこう毎週打ち合わせをして、でここ例えば昭和で現場が始まるってなったら、昭和地区の方を重点的に現場の方を進めていくの。そうすると、昭和でこういろいろ見出さるでしょ。ちょうど桜ヶ丘の方で現場を進めるよってなった時に、桜ヶ丘の方に重点的に置いていったりするんだよね。こういってこうね、地域考えながらこう進めてるんですよ、実は。バラバラバラってやるんじゃなくて、将棋のように。ここに置いたらうまくいくよなってなったら、ここをちょっと重点的にみたいな感じでやっていく。あれ、社会人になられてからは、もう本当にもう塗装一本。いや、社会人になって、最初に働いたのはね、トビー土工の現場で。トビー、7年ぐらいなのかな。あ、一番最初ね、花屋さんだったんですよ。花屋あの城山商店街だった山下青果店だった。はい。あそこ、締め縄打つそうです。締め縄ね。へぇ。で、3日間ぐらいしてダメで。うん、3日間で。で、その後に、その飛びどこに入って、7年ぐらいなのかな。じゃあ、飛びってことは、足場を組んだりとか。多くの仕事をしたりとかして、7年ぐらいいて。最初は、あまり後を継ぐとかって感じじゃなかったの、もともとは。継ぎたいと思わなかったの、全然。塗装という、なんかね、仕事の内容があまり好きじゃなくて。あんまり好きじゃない、あんまり好きじゃなくて、いや継ぎたいとも思わないし、継ぐの前に、継がなくていいよって言われてたから、全然気にもしなかったし、自分でやりたいようなことをしようと思って。最初はじゃあその飛びとかそのどこの会社で、路線的にはその業界の方で行く予定だったんですか、もともとは。そうですね、そっちも面白かったし、足場かけるとかプラモデルするの好きだったから、何か作るっていうのはすごい好きで、そっちの路線に行ってたんだけど、たまたまね、縁があって、たまたまね、なるほど。そうなんですよ。じゃあ7年ぐらいってことは、当時23、24だね、その頃にじゃあ塗装の業界に仕事を始めた感じで。でも塗装のこと分かんないからね、足場かけるのはできるんだけど、塗装のこと分かんないから、まず足場をかけさせてくれって話になって、で足場を他の外注さんに発注してたんだけど、自分で足場かけれるから、自分で足場をかけて塗装してもらうっていう流れを作って、そっから何でもやろうって話になって、で今のサイニングだとか、リフォームだとかの方にシフトを少しずつ変えてたんでね。あ、なるほど。ってことは、あれ、今田野塗装工業さんとしての業務っていうのは、塗装、外壁リフォーム、と、あと内装リフォーム、内装リフォーム、要するにキッチンを入れたり、トイレ入れ替えたり。あ、なるほど。あ、そういうのもやってるんですか。そういうのやってるんですよ。普通のただ塗装だけっていうわけではないですね、業務的には。そうだね、家に関わることは何でもやってるかな。あれ、
前に SNS で、うん、あれ宅配ボックス、ああ宅配ボックス、ね、うんうん、やってますよね、うん、そうそう、あのいろんなこう住宅に関わるトステムとかね、うん、いろんな関わりがあるんだけど、その関わってるとことつながってると、うん、やっぱりこう住宅のポストだとか、はいはい、うん、全然関係ない換気フードだとか、うん、メーカーさんが来てくれて、うん、こういう売り方したらいいよとか、こういうふうにやったらいいよとかって言われて、うん、それを見よう見まねでやってるのが今現状かな。なるほど、うん、じゃあ家を建てる以外はもう何でもやりますよっていう。そう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 、うん、家建てる以外は何でもやるね。へ、うん、まあね、今は何でもやんなきゃいけないでしょ。うん、うん、まあ確かにそうですよね。ちなみにいつぐらいからだいたい、最初は会社としての業務っていうのは塗装、うん、塗装、うん、塗装ね。それから3年ぐらいかな、うん、入社して3年ぐらいになって、はいはいはい、塗装だけだったら多分、うん、こう多分先がないかなと思って、いろんなメーカーさんと付き合いをしようと思って、単身ね、自分でね、メーカーさんの事務所に行ってね、営業しに行ったことあるんですよ。へえ、うん、そっからいろんなメーカーさんがうちと付き合いするなって、はいはいはい、で、いろんな資格も取って、うん、そっからこうだんだん広がってきて、はいはいはい、で今にあるみたいな。あ、自ら、そうそう、社長自ら当時は当時は、ね、営業に言いましたよ。当時からじゃあ行動力は、いや今も素晴らしい行動力ですけど、もう若い、もうさらに昔から行動力はあったのかな。思い立ったらキツジズじゃないけど、バンバンもう思ったらもうすぐ行ってさ、すぐもうメーカーさんとこ行って、もう何ふり構わずアポも取らないで、まあアポなしで今はアポ取らないで怒るくせしてね、当時はアポ取らなかったらね、アポ取らないでガンガン行ってってたね。それがだからな、今から15年ぐらい前。なるほど、うん、そういう時代があるんですね、やっぱり、ありましたね、懐かしいどう、じゃあ当時はそういう感じで、そのメーカーさんの営業もしながら現場の仕事もやってた感じ、うん、そうですね、そうですね。でも割と現場というよりは営業の方がメインだったんだけど、でも最悪自分でサイディング貼ったりとかもできるから、現場いっぱい取って余したら自分でやろうかな、うん、あ、なるほど、そっか、営業もできて現場もできて、あ、なるほど、もう当時からじゃあもう本当に社長なる準備をしてるような状態ですね。もうやっぱね、全部できなきゃいけないから、うん、親父がね、親父、今の会長がね、割とこう何でもやらせてたから、まあ、会社の権限はなくても、ある程度こう、お前が好きなようにやれとかですね、こういう人と付き合い、こういう会社と付き合いしたいんだけどっていうのもお前の決めだったから、割となんかそこら辺は、今の会長のおかげなのかな、自由にやらせてもらってましたね。あ、なるほどですね。今の、ショールーム、あの会社、あれ会社って、あの自分の記憶だと、もともと釧路町、釧路町、あれ釧路町でしたよね、最初。そうそうそう、そうですよね、うん、本当の一番最初は、昭和のイオンのジャスコあるでしょ、はいはい、あの向かいだったんですよ。へえ、もともとは、はい、僕が小学校の時だったかな、3人ぐらいだったんですよ、従業員が。へえ、でそこから釧路町に、僕が小学校の4年生ぐらいの時に引っ越してきて、その時の従業員8人ぐらいだったのかな、あれ今の、まあ、あの本社は、城山は、あれ7年前ぐらいの、そのショールームの中にすごいいっぱいあるじゃないですか、あれって例えば、今後塗装とかサイディングとか考えてどんなのあるのかなとか言って見に来たりとかっていうの、あ、全然全然、あの、本当に普通にフラッとお客さん入ってきて、どんなサイディングがあるのとか、はいはいはい、こういうサイディング貼りたいと思うんだけどって普通になんかもう、ホーマックのようにこう普通に来られるんで全然来てもらった方が、駐車場もかなり広いですもんね、たくさん止めれますもんね、50台ぐらい止めれるそうですよね大丈夫ですよ、全然ですよね。サイディングとかの、あの種類もすごい豊富ですよね、豊富だね。大体日本のメーカーさんが今4大メーカーって、その4大メーカーの中で大体200種類ぐらいずつの種類があるんでね、サイディングでね、はいはいはい、だから全部何番だろうね、800種類ぐらいあるのかな、はあ、その中で厚みも違うし、
塗装の品質も違うし、うん、いろんなもの入れたら大体800から1000ぐらいあると思う、結構迷いますよね、お客さん迷う、一番迷うと思う、多分ね、迷うんだけど、シミュレーションすると一発なんですよ、やっぱりシミュレーション、実際に色をつけてみるみたいな、そう、つけるというか、つけてみたりとか、はめ込んでみたりとかして、大体迷うお客さんは、あのシミュレーションすると、大体決まるんだよね。なるほど。サイディングって言ったら、まあ、壁のことですよね。屋根もやりますよね。屋根もやるね。屋根で紙面、まあ、作っててドローン書いてましたよね。ああ、ドローン、はいはいはい。あれは一番の目的は、これ言っていいのかな、一番の目的は、要するに今回4月で社長と会長の、役員交代になって、で会長がちょっと暇になったからドローン買うかなって話になってでドローン買って、はいはいはい、ちょっとなんか遊ばしてみようかななんて話をした時に、どうせ遊ばせんだったら、お客さんの屋根取ってきてよって話になって、それからあの方法になったんですよ、屋根を調査するだとか、あとその終わった後の屋根の施工具合っていう、お客さんで屋根上がって見れないから、こういうふうにちゃんと塗ってますよっていう、証拠というか、そういった部分でドローンで空撮して、でそれをそのドローンで空撮した屋根の写真を、最後うちの会社のある保証書、保証書に載せて、でお客さんに渡すと、なるほどこういうふうに屋根塗ってくれたんだなみたいな、そういった保証書制度もあるから。それに載せてるんですよ。保証は結構長いんですか、ちなみに。保証はね、メーカーさんの保証っていうのがあって、メーカーさんの保証は大体10年って言われてないけど、うちの会社の保証は5年なんですよ。5年だよ。5年間何か例えば塗膜が剥がれたり雨漏りしたりとかしたら、そこはアフターでしっかり直しますよっていう5年保証をしてる。すごい長いですね。5年、結構長いんですよ。長いですよね。5年間だったら結構いろんなことありそうな、ね。いやーすごいですね。今会社って何人ぐらいの体制で、さっきちらっと最初その会長のは3人でスタートっていう話だったじゃないですか、今何人ぐらいでやられてるんですか。今ね、全部入れたら21人かな。21人。女の人って働けるんですか、業界的に。ああ、逆に、女の人多分働きやすいと思うんですよ。働きやすいですか。っていうのは割と塗装の仕事って軽作業が多くて、例えば物を養生するとか、まあ言い方悪くは子供でもできるような、割と軽作業が多いから、そういった部分では女性の人は働きやすいと思うんだけど、多分それがみんなに周知されてないから、なかなか女性のね、塗装の職人さんっていうのはあんまりいないのかな。今会社には女性スタッフの方も、一応そうですね、一人今入ってきてもらって、今年新卒で、入ってきてくれたんですけど、まあもう3ヶ月4ヶ月ぐらいなんだけど、もう一人でね塗装できるようになったんで、割とこう塗装って、まあすぐ覚えてもらえるし、かっこいいですね、なんか女性の職人さんって。極限したなんか見た目、ね、かっこいいと思うし、なんかやりがいはね持ってやってもらえるから、僕は女性の職人さんが今後増えてくるような気がするような感じはしますけど、ぜひそうですね、ちょっと本当この動画を見てるね、女性の人もちょっと、いやそうっすね、仕事を探してる方とかは、ぜひ一回話だけでもね、お話聞くだけとかありですか。全然ありですね。あとは女性のね、そのスタイルもあると、ライフスタイルもあると思うから、全然この時間しか出れないようだとか、例えば月火水しか出れないよっていうのも全然対応してあげないなと思うし、あ、素晴らしいですね。いやいや、じゃあ求人ってされてるんですか、今も。求人一応してるんですけど、まあ求人という求人、ハローワークぐらいかな。まだその人員がもし働きたい方がいれば、どんどん雇用は全然、はい、全然もう何人でも何十人でも取りたいなと思って、何十人でも、はい、なるほど、はい、会社のビジョンっていうのは、会社としてのビジョンって何か掲げてるものは、まずは、
働きがいのある企業力にしていきたいなって思うんだね、うん、やっぱり従業員ファーストというか、うん、従業員というか仲間たちがやっぱり働きやすいよねっていうふうに言える、うんうん、会社にしていきたいなと思うから、うん、やっぱりそこは賃金体系もそうだし、うん、まあ、休日もね、はい、あるし、うんうん、そういったいろんなところで働きやすさを作ってあげたいなっていうのが、うん、まだ思うことなんだけど、うん、そこからこう展望していければなとは思うんだけど、なかなか塗装って、うん、なかなかこう展開が難しいんで、うんうん、1人でもできるから、うん、釧路って今塗装屋さん140社ぐらいあるらしいんですよ。え、うん、そうなんですか。個人でやってる人も入れたら、うん、その中でなかなか生き残っていくっていうのも大変だから、うん、なかなかね難しいなと思うんだけど、まずは、うん、まずは働きがいのある会社にしていきたいかなっていう感じかな、うん、会社としてもそうですけど、うん、今後のなんか展望というか、うん、夢というか、やっぱりね、会長が掲げる地域一番店、うんうん、やっぱり地域がうちの会社を求めてくれるような、うん、そういった地域に愛されるような会社にしていきたいなっていうふうには思うんだけど、うん、でも行く先はやっぱりこの業界のナンバーワンになりたいなっていうふうに思って動いてはいますね、うんうん、今って釧路以外の塗装も受けるんですか？あ、受けます受けます。あの、うん、道東地区は北見、はい、網走、はい、帯広、うん、根室、うん、ここら辺は、うん、全然マストで動いてるし、はい、たまにね呼ばれれば札幌に行ったりもするし、うん、なるほどですね、うん、じゃあ今後は道外とかも、そうですね、やっぱり、うん、いくいくは、うん、行きたいですね、うん、まあでもね、地元がね、地元しっかり足つけてもらえてね、うん、なかなか難しいと思うんで、うん、まずは地元をしっかりやってから、うん、今後の展開としてはやっぱり道外、道内、うん、札幌県とか、はい、そういったところで仕事していきたいなっていうふうには思ってますね。あ、ちょっとお仕事以外の話で、うん、今の、ね、商工会社青年部の方で一緒に活動させてもらってて、うん、そういったその経済団体とか、うん、あとはそういう、まあ、ロータリークラブさんのような団体、うん、今メインはもう2つって感じなんですか？あ、そうですね、釧路北ロータリークラブと釧路、はい、うん、ね、商工会社青年部、うん、メインが2つだね。なるほど、うん、ロータリーの方が先ですもんね。ロータリークラブさんの方が先に入ったりしてるんですもんね。何歳入ったんですか？32なんですよ。あ、うん、かなり早いですよね。かなり早いですよね。早いですよね。早いですね。確かその地域の、うん、地域で3年間確か一番年下だったような気がした。うん、34号ぐらいまで、はいはい、うん、一番年下だったんですけど、最近は若い人も入ってきて、うん、僕はちょっと中間ぐらいだったけど、うん、はい、うん、あ、そのロータリークラブさんって奉仕団体ですよね。そうです、奉仕団体っていいんですか、言い方、うんうん、元々はそういうのに興味があったんですかね、入ったきっかけというか。いや、なんでもそうだけど、うん、全くないですよね、興味なんて。興味ない。全く僕の好きな先輩が、うん、入れ入れってなったから、うん、はい、入ってみて、はい、で、まあ面白いなって話になってくるけど、やっぱり仲間作りなんじゃないかな、最終的なところは。あー、うん、ロータリーも Y 字も、はいはい、うん、なんかそのすごい仕事とそういうやっぱりその団体の活動すごいメインっていうか多いじゃないですか、うんうん、なんか息抜きというか、なんかそういうのってしてるんですか？趣味とか。趣味、趣味というか、うん、趣味か、うん、まあ、趣味っていうか、うん、まあ、サッカーやってるからね。あ、サッカーやったり。チームに入ってるんですか？チームに入ってる入ってる。あ、うん、社会人、社会人チームね。あ、40歳以上なのかな。うん、上は70歳ぐらいまで。へえ、サッカーはね、趣味かもしれないけど、うん、でも、うん、ホッケー、あ、まあ、ホッケーもそうだね。ホッケー、うん、あ、アイスホッケーはね、もう幼稚園の時からやってるから。あ、アイスホッケーとサッカーが趣味になるのかな。あ、うん、ホッケーもチーム入ってるんですか？ホッケーはうちの会社でチームがあるんです。あ、会社で、うん、今ちょっと休部してんだけど。はいはいはい、うん、あ、そうなんですね。やっぱりその経営者の人ってやっぱそのスポーツ好きな人多いんですね。いや、体動かすこと好きな人。あ、そうなんですか。多いイメージ。イメージ、うん、どうなんですかね、うん、僕がその親しくさせてもらってるあの車屋さんの社長さんとかもフットサルとかやってますよね。あ、そうですね、あの多能ですよね。フットサルやってゴールキーパーってみたいな。すごい先輩ですよ。、うん、そうですね。じゃあもう最後に、じゃあそうですね、うん、社長の個人的な、個人的なというか、うん、本当に夢があればちょっと聞
きたいですね。うん、個人的な夢としてはやっぱり、まあ、地域にね愛される会社にしていきたいなとは思うんだけど、ゆくゆくは、まあ、うちの会社の名前がね、少しでもこう広めていけるためにもフランチャイズ化にしていきたいなっていうふうに思うし、まあ、いろんな業種とねこう展開をしながら、まあ多農工の時代って言われてるんで、多農塗装工業っていう会社かもしれないけど、まあ、クロスも貼れんだよとか、屋根も吹き替えれんだよとか、例えばキッチンも入れ替えれんだよみたいな感じで、いろんな業種とこう噛み合いながら、まあ少しずつこうフランチャイズじゃないですけど、支店を増やしていったりとか、っていうような展開をしていきたいなっていうふうに思ってますね。なるほど。大体それは何年後ぐらいにやりたいなとかっていうイメージってあるんですか？一応4月の、この前会社で、まあ、総会みたいな感じで開いてやった時に、ビジョン方針みたいな感じで、自分のビジョンをね少し方針でこう話させてもらったんだけど、一応その中央圏に出たりだと、まあ、道東圏内に支店を1回置きたいんだって話は5年以内にやりたいって話をしたんですよ。なるほど。支店の管轄の社長自らやっぱりまあね、まあね、でもそこにその支店をねやっぱりね、女性の支店長っていうのをね誕生させたいなと思うんですよ、僕の構想度は。はいはい、違った、僕らと違った目線の、営業だとか、お客さんとのこう触れ合い方とかしてほしいなと思うんで、ですね、いやかなり刺激になりますね、やっぱり本当そういう年の近い方がやっぱそういう、こういうお話を聞くとですね、ありがとうございます。ありがとうございます。いやすいません、今日は本当にちょっとお忙しいところ、貴重なお話を改めて、普段のねそのお付き合いの中ではなかなか知り得ないお話をちょっと今日聞いたんで、ちょっと良かったです。逆に、ありがとうございました。じゃあということで、本日も、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録と高評価と、よかったらコメントもお願いします。ありがとうございました。